ヤリスはトヨタ自動車が生産、発売する B セグメントのコンパクトカーである。1999年に発売。初代3代目までの日本ではビッツの名称で発売されていたことで知られる。初代から20周年となる2020年発売の4代目からは2017年から復帰している世界ラリー選手権でヤリス WRC の名称で参戦していることや、 フルモデルチェンジでの新規一点を図り、国内でもヤリスに名称が統一された。また、形式名称の命名規則もこの4代目で変更されている。2018年の売上三33万7千台のうち6割超の21万9千台を欧州で2割超の8万7千台を日本で売り上げるという偏った市場構成となっており、トヨタの世界戦略者の中では 日本市場も重視した車作りがされているモデルである。海外では多数の派生車を持っており、セダンのヤリスセダン、クロスオーバー SUV のヤリスクロス、ヤリス L クロスオーバーなどがある。また、タイでは日曜とは全く異なるコンパクトカーのヤリスが販売されているほか、B セグメントのほとんど売れない北米では、マズダ2の OEM 版に、ヤリス、マズダ2セダンの OEM 版に、 ヤリスやの名称をつけて販売している。加えて2020年には4代目ヤリスをベースとした欧州日本向けのヤリスクロスが発表されている。2020年6月現在までに新型 B プラットフォームを用いたトヨタ車は3車種が発表されているが、その全てがヤリスを車両名称に含んでいる。このように世界中の様々なボディ形状のトヨタ車に 名付けられているという点ではカローラに近いブランド性がある。なお四代目発売とほぼ同時にラリーカーのホモロゲーションモデルである GR ヤリスが披露されているがこちらも蒸気の派生者同様に全くの別設計であり本記事で述べるヤリスとは別の車である。詳細はトヨタ GR ヤリスを参照詳細はトヨタビッツを参照日本欧州 北米仕様とは全く別の専用ボディをまとい、当初は5ドアのみが展開された。全長全幅全高は 4115700475mm と、全高位以外は、日本、欧州、北米仕様よりも一回り以上、大きく、さらにホイールベースは 2550mm と、日本、欧州、北米仕様よりも 40mm 延長されている。 2013年10月22日にまず、タイで、ヤリスとして発表され、その後、2013年11月に、中国で、ヤリスエル、2014年8月に、台湾で、ニューヤリスとして、順次発表、発売を開始した。タイ仕様は、同国政府認定エコカーに指定されるべく、エンジン排気量を1.2リットルのみとし、エコカーとして、最適なチューニングが行われている。 中国仕様と台湾仕様には1.5リットルの1、NZ-FE エンジンに4足 AT のみを組み合わせるが、台湾仕様は2016年5月の完了で4足、AT から7足、マニュアルモード付けスーパー CVTI に換装された。2016年11月、広州モーターショーにおいて、ハッチバックのマイナーチェンジ、及び4度ダンの追加投入を発表。その際、 セダンのみで展開していた BIOS にハッチバックの BIOSFS が追加され、ヤリス L を販売する後期トヨタと BIOS を販売する1期トヨタにおいて、ハッチバックとセダンの両タイプを展開する形となった。2017年8月、大市場でセダンボディのヤリスアティブを追加。同社の BIOS とは異なるボディが与えられ、大市場では両モデルを併売する形を取った。 2018年以降、タイや中国以外の地域のビオスは、ヤリスアティブに順じた外観に順次変更されている。ビオスでは搭載エンジンが1.5リットルの 2NR フブなのに対し、ヤリスアティブでは1.2リットルの 3NRFE となるなど、エントリークラスよりの位置付けとされた。2017年9月、タイでハッチバックがビッグマイナーチェンジ。 ボディパネルを大幅に更新しており、先月発売したアテブに準じた外観となった。その後台湾、インドネシア、南アフリカ、中東などでも順次マイナーチェンジを実施、同様の外観に変更されている。2018年2月、デリーモーターショーにおいてセダンのインド投入を発表。カルナータカ州バンガロール近郊のビダディに立地するトヨタキルロスカモーター第2工場で、 現地生産され、5月に販売が開始された。2018年6月、ブラジル投入を発表。サンパウロ州のソロカバ工場で現地生産され、ハッチバックは6月半ば、セダンは7月に販売が開始される予定となっている。トンが戦略において、最後発となる、が、B プラットフォームの採用者、第1号である。 チーフエンジニアは11.12代目カローラシリーズ、2代目オーリスの製品企画主査を担当した末沢康志健。製品コンセプトはレディー,ツーゴ号ーでキャッチフレーズはヤリスゴー。デザインは小さく美味しく、それでいて麺がすごくふくよかでツヤがあるというイメージで作られた黒豆ゴーというモチーフがベースとなっている。デザインコンセプトは B ダッシュで、 B には、ボールド、ブリスク、ブースト、ブティ、バレットなどの意味が込められており、躍動感が重視された。製品としては、かつて、安かろう、悪かろうが、一般的であった、コンパクトカーの概念を覆した初代をオマージュし、ボディの代償によるヒエラルキーにとらわれない車、ファーストカーとして選んでもらえる車を目指した。後部座席は先代に比べるとあり切られた作りで、 ファミリーカーというよりは、ドライバーズカー、パーソナルカーとしての面が強い。日本使用者では、幅が5ナンバーサイズに抑えられている。また、電動パーキングブレーキや、シフトブーツが採用されていない。また、欧州使用者はホイールが5ケツなのに対し、日本使用者は4ケツとなる。また、ハイブリッド使用者において、欧州使用では3ナンバーボディのためフェンダー周りが、日本使用と比較し、 ややもっこりしておりスタイリングの躍動感がより高められているほか三代目ビッツ同様サイドフェンダー部にハイブリッドエンブレムが装着されているのに対して日本使用者では装着されていないトヨタ社初の新技術としてダイナミックホースエンジンの一環として開発された既存の直列4気筒の M20 アンペア型をもとにシリンダーを1気筒分差し引いてそのまま 直列3気筒化した M15A 型1.5リットル版の4台目 THS に座席位置を記憶する Easy リターンシート座席を横に向けて乗り降りしやすいようにするターンチルトシート白線がなくてもスペースを記憶してできる高度駐車支援機能アドバンストパーク交差点での右折時の直進車や右左折後の歩行者横断自転車や自転車への追突にも対応した 衝突被害軽減ブレーキなどが採用されている。またコンパクトカーとしては、初となる電気式 4WD システムの E4 がラインナップされており、駆動系を収めるために、この仕様のみ、リアサスペンションが2リンク式、ダブルウィッシュボーンとなる。新プラットフォームの効果により重心は1 5ト、mm、ル下げられ、ねじり、剛性も30%向上するなど、 走りの質感が大幅に改善された。またハイブリッド仕様は、仙台の 1100kg から 1050kg へと 50kg、軽量化されている。エンジンは1.0リットルガソリン、1.5リットルガソリン、1.5リットルハイブリッドの3種類で、が、B プラットフォームの制約上すべて、直列3気筒のガソリンエンジンとなる。1KRFE とハイブリッド車専用の M15。 AFX はポート噴射、M15A 回 KS は直噴となる。いずれもアトキンソンサイクルを採用するが、M15A 回 KS は、旧排気可変バルブタイミングシステムにより、スロットル回度が大きい領域では、オットーサイクルに近いパワーを出す。M15AFX は、最大熱効率40%に到達している。1 k r f e は、唯一、 先代からのキャリーオーバーとなるが、若干の改良が施されており、全域でリーンバーンを採用することで燃費向上を見込んでいる。このほか、M15A 回 KS に限りアイドリング時の振動対策として一時、バランサーシャフトが採用され、エンジン回転数が一定の領域に達すると、自動的にバランサーシャフトが切り離される仕組みとなっている点に、加え、車体側における、 エンジンマウントの取り付け位置の最適化がなされている。トランスミッションは1.0リットルが、スーパー CVTI、1.5リットルガソリンが、ダイレクトシフト、CVT と6足 MT、1.5リットルハイブリッドが、電気式無断変速となる。なお6足 MT は、自動ブリッピング機能が付与される、INT ではない。また発売前に世間を騒がせていた踏み間違い事故の、 対策により、アクセルとブレーキの距離を離しているため、ヒール等は従来より難しくなっている。スパーケイト I は 1KR と同じく1、世代前だが、ブラッシュアップが進んだ技術で、レシオカバレッジが5.6、1から6.53、1と大幅に改善されている。リアサスペンションはフォルクスワーゲンをよく研究し、トレーディングアームを前後方向に並行する形で、 配置するというマウント手法を採用した。またフロントサスペンションはエンジンの3気筒化により設計の自由度が高くなったためフリクションが改善されている。メーターは TFT 液晶パネルを用いた2眼のデジタル式だがベースグレードの XB パッケージ X ハイブリッド X のみアナログ式となる。また最上級の Z ハイブリッド Z のみ カラーヘッドアップディスプレイをオプション装備できる。ディスプレイオーディオは全グレードに標準装備される。設計者自らトヨタの世界ラリー選手権活動拠点であるフィンランドに赴き、ヤリス WRC の補強構造を参考にしてボディが設計されている。またラリーカーとしての改造もしやすいように設計されており、前提に例えばサブストロークを増やしても、 ドライブシャフトとサイドメンバーを干渉させない改造が容易にできるよう、サイドメンバーのレイアウトが決定されている。また、スゴ腕技能用西部の大阪明弘が設計初期の段階から加わって乗り味を作り込んだ。ハイブリッドの EV 走行可能速度は時速 130km まで向上。電気モーターが従来より30%の出力アップが図られただけでなく、 リチウムイオンセルも2倍の充電能力を持ったリチウムイオンバッテリーに切り替わったため、人燃費に近いとされる WLTC モードでありながら、プリウスの JC08 モードに迫る 36kmL を叩き出す。これは発売時 WLTC モードの国産車最高記録となる。1KRFE と M15A 回 KS は、 市街地でも十分な燃費を確保できているということと、エンジンの指導音が煩わしいという消費者の要望から、既存のロブ四や、カローラセダン、カローラツーリングの核、コンベンショナルモデルと同様、アイドリングストップを採用していない。先進安全装備は、XB パッケージを除く全車にトヨタセーフティセンスを標準装備、昼夜の歩行者にも対応できる、プリクラッシュセーフティや、 前述の新機能のほか、時速時速 30km 以上で作動する、レーダークルーズコントロール、先行者発進告知機能、オートマチックハイビーム、ロードサインアシストなども含まれる。2020年4月からのオートライト義務化の法改正に伴ってヘッドライトのスイッチはなくなっているが、一手間かければ強制的にオフにすることは可能である。東京都では、 ネッツ転系列のネッツトヨタタマと、ネッツトヨタトートに加え、トヨタモビリティ、東京やカローラ転系列のトヨタ、西東京カローラでも取り扱う。ありがとうございます。